坊津ちゃんは、夏目漱石の中編小説、坊津ちゃんを原作とした、テレビドラマ化作品である、日本テレビ制作。1954年7月1日の12時45分から13時に放送。日本テレビ制作。1957年12月3日から同年12月31日まで、山市名作劇場で放送。ネット制作。 1960年4月7日に文芸劇場で放送、NHK 総合テレビ制作、子供名作座で放送、初の NHK 放送にして唯一の児童向け作品である。なお同ドラマークは通常は日曜10時10時30分であるが、この日は10時に皇居参画が編成されたため、10時20分11時に繰り下げ拡大して放送された。 富士テレビ制作。1965年2月15日から同年3月22日まで、月曜20時20時56分で放送。全6回。NHK 制作。1966年1月1日放送。放送時間は、土曜20時21時30分。毎日放送制作。1968年8月6日に、テレビ文学座名作に見る。 日本人マイナス内の一本として放送。ネット制作。ザ・ドリフターズのボッチャンのタイトルで放送された。1970年1月1日の20時20時56分で放送。日本テレビ制作。1970年10月26日から同年11月30日まで、ファミリー劇場で放送。全6回。映画版を何本か制作した小畜が手掛け、主演は、 同時期に同局で放送された松竹作品姿三四郎にも主演した竹はキが、そして1966年版で赤シャツを演じたムタテイゾガの大子を演じている。なお本作で赤シャツを演じた米倉正金は1975年公開の映画でも赤シャツを演じている。また野島や安原義人といった声優も顔出し出演しているが、 安原は1986年に同局で放送されたテレビアニメ青春アニメ全集でもぼっちゃんを演じている NHK 制作富士テレビ制作ハザトマサのその後のぼっちゃんを原作 NHK 制作ぼっちゃん人生存ばかりのあなたに捧ぐのタイトルで放送された1994年1月1日の21時23時で放送 TBS 制作。ぼっちゃんちゃんのタイトルにて1996年3月31日の21時22時54分に放送された。かつて同局のムーとムー一族で共演したゴーヒロミとキキキリンの久々の共演である。富士テレビ制作。2016年1月3日21時から23時30分放送。新春ドラマスペシャルの 第14弾。夏目漱石希望後100年を記念しての作品で、歴代では、初の地上デジタル放送。主演は、二宮和也。同日には、16時15分から18時に、これかつ嵐、18時21時に、VS 嵐正月3時間 SP を放送。本作と合わせて3本の嵐の番組が編成された。 なお2017年1月2日には、翌1月3日放送の、新春ドラマ SP 自作、君に捧げるエンブレム、及び16時15分からの、嵐壺、18時からの、VS 嵐正月3時間 SP の宣伝を兼ねて、13時15時30分で、再放送、番組の最後には、君に捧げるの予告が放送された。くたばれ、ぼっちゃんのタイトルで、 NHK 松山放送局の愛媛発、地域ドラマとして、NHKBS プレミアムにて2016年6月22日に放送。ぼっちゃんに登場する人物たちの孫が登場する、現代劇である。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できますザドリフターズのっちゃんに、関するカテゴリー、その後のっちゃんに関するカテゴリー、坊ののち,ちゃん人生存ばかりのあなたに捧ぐマイナスに、 関するカテゴリー、ぼっちゃんちゃんに関するカテゴリくたばれ、ぼっちゃんに関するカテゴリありがとうございます。